皆様こんにちは。こんにちは。山下秀子公認断捨離トレーナーの三島理恵と広田由紀子です。はい、今日はですね、もうとてもすっごく素敵な景色の中で動画を撮っておりますが、はい、はい、私たちもですね、今ね、はい、11月から12月に向かうところなんですけれども、はい、今日はですね、東京を離れて、西の方、四国へやってまいりました。はい、香川県ですね。はい、で、ここが万能、国営の万能公園というところで初めて私たち来たんですけど、うん、広いですね。めっちゃめちゃ広くてびっくりしてますね。はい、うん、で先ほどは、はい、コンピラさん。あ、そうそうそう、はい。お参りしてきて素晴らしかったですね。はい、うん、カフェも行ったしね。はい。はい、でも一日も時間の流れがとても違うと言いますか、うん、とてもゆっくり。はい。で、なぜ、善通寺にね、まあ、来た目的なんですけど、はい、なぜ善通寺に来たかというと、はい。弘法大師空海、はい。お誕生、うん、1250年の今年、ね、はい。高野山にも私たちに、うん、参りました。はいはい。そこから今度はお生まれの地、うんうん、善通寺市にね、行ってみたいということで、うんうんうん、まあ、今年もね、あと残すところ1ヶ月となったんですが、はい。はい。初めて。来ちゃいました。はい。はい。二人でやってきました。はい。すごく、ゆったりとした、本当にね、いいところですね。今、ちょうどこの夕日が、うん、こう、うん、ね、うん。ちょっとこのね、うん、ちょうどね、はい、夕暮れ時なんですけれども、うんうん、普段ね、なかなかこう、忙しかったり、時間に追われていると、うん、はい。今もね、いろいろお忙しいですけれども、ゆきこさんも。お互いに。はい、私は母の介護をしたりしていますけれども、うん、今日はね、こう、二人でゆっくりとできる時間を、本、う、当、ん。はい、うん。満喫することができております。はい。うん、で、私たちがやってるのが、まあ、見切り発車で行こう、オンラインカフェというね、うん、見切り発車というのがテーマになっていて、うん、それは、まあ、断捨離するとね、いろいろなことが、うん、こう、見切り、発車でこうできるようになるって、まあ私たちの実感もあるかなっていうことですよね。うんはいはい、そもそもね、私たちすごく石橋を叩いて渡るタイプだったんですけれども、うんまあ、断捨離に出会って、うん、あまり計画を立てなくなってきましたね。そうですね。はい、すごいレイさんなんてすごく綿密に計画立てて準備して、うんうん、して準備がもう疲れちゃうみたいな。感じではなかった？そうでもない？まあ、そうですね。完璧に準備したいみたいな、今から思えばですね。今は、あまりね。うん。出たとこ勝負みたいなね。行ったら行ったで。旅行に行くときも荷物の準備はもう、直前。持っていくものもね、そう、あれこれ考えたり。そうね。で、来ちゃえば来ちゃったで、うん、私、いつも思うんですけど、レイさんって地元の人にすごくね、これはどこ行ったらいいですかとか、なんかおすすめとかありますかとかすごく質問されるでしょ、はい、で、今日もそうですけど、その通りに行ったら、うん、本当にね、素敵な体験がいろいろできたので。そうですね。ねお任せするようになってきました。うんはい。準備して、うん、調べてというよりは、うん、その先に行ったら、ね、もう本当に天にお任せというかね、うん、どこへ行ったらいいか教えてくださいみたいな気持ちになっていると、うん、人に出会ったり、うん、そうね。うん、もう私ちょっと今足の怪我をしておりまして、うん、神経痛になったんですよ、うん、その関係で。足が痛いんですけれども、今日も先ほどコンピラ山に登るときにね、うん、たくさんの700段以上の階段を、ちょっとなかなか登れないかなと思ってたんですが、うんはい、登らなくとも行けるルートを教えてもらったり、まあ、ちょっとね、はい、ここだけの話みたいなあれですけど、はい、でもそういうことも、今の私たちにとって必要な情報をね、はい、まあ、教えてくださいという感じで、教えをこうたらそういうことを教えてもらって、で、その通りに行ったら、本当大変満足なね、うん、旅ができたということで。偶然の連続なだけとも言えるんですけど、いやいやいや。たまたま
お着物を着ていったゆきこさん、そのお着物で上がるんですかと言われ、いや、私も実はちょっと神経痛。そんなところから、はい、うんうん、それでもお参りができるような結果にまあなっているので。うん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 、そうね、うんうん。だから、もしかしたら私たち、昔の私たちでしたら、いや、何時にここ行って、だいたい何時頃お昼この時間食べて、うんはい、で、こう詰め込んで詰め込んで、あそこも行ってない、あ、ここも行ってない。じゃあね、帰りの時間までにこれこれこれってすごくね、計画をびっしり立てて、で、その通りに行かなかったら、なんかこう、イライラするみたいな、ちょっと不満足みたいな、とこあったような気がするんですね。はい、そういう連続で毎日の生活が、うん、子育てから、家事から仕事からってなっていたところ、はいはい、今は断捨離を続けてきて、見切り発車で物を捨ててみる。うんうん、はいはい。もう、いるいらないどころか、みんな捨ててしまえくらいになって、うん、なった時もありましたが、うん、それを続けていますよね。うん、今も、うん、今も続けています。そうですね、はい。で、旅行に持っていくものも、例えば、あれもこれもじゃなくて、あと最低限のもので、行ってみたら、あ、これで大丈夫なんだ、みたいなことがね。そうですね。あまり本当に心配をすることが少なくなりましたね。うん、でも今、この、とにかく何がいいって、この、自然の中に実感こもってますけど、自然の中にいて、はい、ゆったりとした時間を過ごす、うん、うん、そうね、はい、美味しいものをいただき、素敵な景色を見て、はい、でまちまちですよ、私たちもね、一人は着物、一人は見違うよ、全然気にならなくなりました、はい、相手に合わせるとこは合わせますが、変な気を使うということが本当に減りました。ね、はい。そう、本当そうですね。それはもう、許してくださるというかね、信頼感で、あ、いいよ、それでいいんじゃない、はい、って言ってくれる、ね。はい。相手だということは、本当ありがたいです。ありがとうございます、うん、いつも。断捨離をね、していると、やっぱり皆さんそういう、自分にちょうど良いような、はいはい。関係性が築けるようになってくるのかなって、ちょっとね、思います、うん。はい。皆様、いかがでしょうか、虫が入ってきた。旅がね、一層楽しくなると思います、はい、断捨離ね。ぜひやってみてください。はい。はい、ということで今日もね、うんうん、ご視聴くださりありがとうございました。ありがとうございました。書籍、家にいるのが好きになる断捨離スッキリ生活を本体無料、送料手数料550円でお送りさせていただきます。この本は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方は下の概要欄からお申し込みください。テレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みくださいね。お待ちしています。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。